で、糖尿病のイメージっていうのは、なかなかつかみづらいですね。例えば心筋梗塞だったら胸が痛くなるとかですね、くも膜下出血だったらこう金属バットで頭を殴られるみたいなすごい痛みっていうのが、よくある教科書的な説明なんですけど、糖尿病で何かそういう症状があるかっていうとあんまりないんですね。で、最後の方にはですね、高滑多飲多尿っていう、三大症状が出てくるんですけど、そうなるのはもうかなり末期の状態なんですね。よっぽどひどくなってからそうなる。で、普通はそういう症状が全然ないんですね。だからイメージがつかみづくらい、せいぜい、ひどくなったらインスリンかなっていうくらいなんですね。ですので今日はですね、架空の人物にちょっとお一人登場していただきます。藤すきよさん藤すきよさん、ちょっとお腹が気になる40代ぐらいの女性という設定です。でついでに言うと双子座の大型という設定ですね、はい。で、この方検診をですね、ちゃんと毎年受けてらっしゃる方で、検診の結果が今年も届くということなんですね。そしたらですね、見慣れない文字が見つかるんですね。なんか要受診、糖代謝について要受診ですよっていう文字が見つかっちゃったわけですね。とは言っても食欲もあるし、いっぱい食えるし、もう全然大丈夫でしょうみたいな感じで、その年は過ごすと。大体皆さんそうなんですね。検診で異常があっても、めったなことでは、受診しないということで、1年後翌年もちゃんと検診だけは一応受けて、で結果が届くと。で今年もですね、食欲バッチシあるし体調もいいし、余裕でしょうみたいな感じで行ったらですね、またもや、ね、要受診みたいな感じになるわけですね。で大体皆さん2回か3回ぐらい引っかかると、これはさすがにちょっとおかしいかなってことで、病院に行くわけですね。で藤すきよさんも2回目引っかかって、数値も前よりちょっと悪くなってたんで、受診しようと思うわけですね。で大体近所のですね、糖尿病をやってるよっていう先生のところに行くということなんですね。で、そこでいた先生もこれも格の人物で2人目登場しますけど、カロリー先生ですね分かりやすいようにカロリーですね。私の名前はカロリー、藤すきよさん、あなたは絶対に糖尿病です。こういうふうに言われるんですけど、もう今日から、お薬を飲みましょう、あなたは絶対に糖尿病なので、メガネに誓ってみたいな、いうことになるわけですね。で、すきよさんはがっくりしながらもですね、帰るわけですね。買い出しは忘れませんね。買い出しをしっかりして帰ります。はい。で数ヶ月後ですね、ちゃんと月1回ぐらい通って、カロリー先生にいろいろ言われながら通うこと数ヶ月ですね。どうなるかっていうと、また書きますよ月代さん、あなたデータが悪化してますね。これはまずいですよ、バランスよく食べてますか。これ絶対言われます。バランスよく食べてますか月代さん、炭水化物で6割、1日のカロリーの6割食べてますか、バランスよくですよ、これ言われるんですね。で、ただ、藤すきよさんもですね、あれちょっと待ってよ。栄養素、三大栄養素とかあるけれども、三つあるじゃないの、バランスよくって言ったら、3割ずつぐらいがバランスいいんじゃないのって思うわけですね。なので、先生にちょっと聞いてみるわけですね。先生、炭水化物で、なんで、半分以上の6割も取るんでしょうかみたいな。そうすると、カロリー先生は言うわけですね。絶対にこのバランスです。メガネに近づいて。いうわけですね。あんまり説明してくれなかったりもするんですね。で、なんか言われながらも、またちょっとしょんぼりしながらも帰るわけですね。買い出しは忘れません。で、炭水化物も6割。炭水化物もしっかり買って帰るというわけですね。でも、そうやって先生のことをちゃんと聞いてやっていても、成果がなかなか出ない。ね。で、そして、帰ることまた数ヶ月ですね。ついにこの時が来ちゃうんですね。ついにこの時が、はい、また見出しますよ月代さん、そろそろこの時が来ました。あなたインスリンを打つべきです、今打たないと大変なことになりますよ、あなたの膵臓はだいぶ疲れちゃってきてるんですね。今早めに打つことで膵臓を休めます、で、月代さんもですね、インスリン張りチクチクしていたし、さすがにちょっと怖いから、先生インスリンだけは勘弁してくださいって、大体皆さん言うわけですね。でも先生も言われ慣れたものですよね。絶対に今打つべきですね。メガネに使ってと。いうことなんですね。
でこれ言われて、まあ、でもさあのなんとかですね、なんとかインスリンだけはちょっとやめてもらって、まあ、お薬を出されて、まあ、スキオさんは帰っていくわけですね。で買い出しは忘れません、はい、でまあ、諦めがつかないので、なんか他の方法がないだろうかということで、こうね、ちょっと炭水化物もしっかり取りながらですね、ネットで調べるとですね、糖尿病治るとか言って調べると、なんか良さそうな方法が見つかっちゃうわけですね。おやおやみたいな、ね、なんか糖質を控えるとですね、糖尿病が良くなるよみたいなのを見かけるんですね。なので、スキオさんはですね、早速ですね、カロリー先生のところに行くわけですね。先生、いい方法見つけましたね。こんないい方法があるんです。なんか糖尿病が治るみたいなんです。ね、ね、先生ったらこういういい方法知ってるんだったら、もっと早めに教えてくれてもいいじゃないですかね。もう憎い憎いみたいな感じで言うんですね。ね、糖質を控えれば、ね、ということで、カロリー先生が、絶対みたいな。絶対みたいな。え、先生もなんか決め台詞みたいになってるのみたいな感じですね。インスリンを打ちましょうね。で、これを言うとこうやって言われるんですね。糖を控えなんて、もってのほかです。死亡率が上がるっていう論文もあるんです。ね。インスリンを今打たないと、もう、膵臓はどんどん死んでって、取り返しのつかないことになります。これ絶対言われるんですね。ね、今インスリンを打つべきです、タイミングは今ですね、インスリンを打ちましょうと言われるんですね、はい、ね、そうそう、メガニンチカってて忘れかけて、メガニンチカってということですね。これは本当にですね、メガニンチカっては言われませんですけど、ね、言われるんですね。で、まあ、スキオさんもここに来てそろそろ分かるわけですね。ね、分かった、何が分かるかというと、これはやめだと次行ってみようかみたいな感じになるわけですね。で、当然これは、まあ、あのだいぶ誇張はしてるんですけど、でこれに似た話はもう5万とあるんですね。で、ここにいらっしゃる方も、まあ、同じような経験をされている方が結構いると思うんですけど、本当によくあるんですね。で、私の外来のところにもこういう経験をした方がよくいらっしゃるんですね。で、まあ、当スキオさんの未来に希望はあるのでしょうか、あるのでしょうかということですね。で、糖尿病っていうのはですね、どういう病気かっていうと、やっとこれでまた普通の糖尿病教室っぽくなりましたけど糖尿病っていうのはどういう病気かっていうと、慢性的な高血糖によって引き起こされるいろいろなんですね、いろいろ、はい。で、まあ、血糖値を上げるものっていうのは栄養素としては一つしかないんですね。で、まあ、ここにいる皆さんはですね、まあ、この血糖値を直接的に上げる栄養素についてはが何かというのはもうすでにご存知と思いますので、皆さんですね、ちょっと声を揃えて、せーのの後でですね、その栄養素の名前をちょっと言ってみましょう。いいですか、皆さん分かってますね。いきますよ、せーの、糖質、はい、ありがとうございますもう答えを表示していくというとんだ茶番劇ですけどで、まあ、糖質オフすると良くなるんですけど、禁忌っていうのがあるんですね。やっちゃダメな人っていうのがあるわけですね。で、まあ、どういうことかっていうと、肝臓がもうボロボロになっちゃってる人、肝硬変のひどい末期状態の人はやっちゃダメ、ね、で、膵臓の炎症が今まさに炎症してますよっていう人もこれを やると危ない。油食うと一発で膵炎がひどくなるんですね。で、あと長鎖脂肪酸代謝異常っていうのは、まあ、聞き慣れない言葉だと思いますけど、油、長い鎖の油を使いづらい人っていうのがいるんですね。まあ、先天性代謝異常の一つですけど、こういう人もやっちゃダメですよと。で、あとやると危ないのがインスリンとか SU 剤とか血糖値がガンガン下がるやつを飲んだり使ったりしている方の場合は低血糖を起こしちゃって危ないので、まあ、主治医の先生とよく相談してやりましょうということです。で、本日のテーマはですね、3つあります。で、1つ目がですね、糖質オフの壁ってやつですね。壁がありますということ。で、2つ目がですね、まあ、大丈夫なのっていう。で、3つ目はですね、実践方法ですね、まあ、やり方についてさらっと話します。で、第1部、糖質オフの壁ということですね。で、壁もですね、3つあるんですよね。で、医療の壁、常識の壁、不安の壁、3つあります。で、第1の壁は今言った医療の壁ですね。で、もうこれがまさにさっきお話ししたカロリー先生に代表されるんですね。まずドクターから反対されるんですね。やっちゃダメって言われちゃうんですね。これがやっぱり一番最初にぶち当たる壁なんですね、はい。で、当然これはですね、理解のあるドクターにかかればいいということ、これが対処方法です。で、第2の壁ですね、これがですね、常識の壁っていうやつですね。で、常識が邪魔をするというやつ。
で最初にですね、大体言われるのが、まあ、米、麺、パンを控えましょうっていうのが言われるんですね。言われた時の普通の人の反応はこうなんですね。先生、主食はじゃあどうしたらいいんでしょうかみたいな。これもう昨日も何人かに言われてますけど、これ結構必ず言われるんですね。で、ね、あと先生、米を食べないわけにはいかないでしょ、力出ないでしょうっていうのは言われるんですね。はい。はい、であとこれね、女性に多いんですけど、パンだけは、先生パンだけはどうしてもやめられません。でこれも言われそう、うなずいていらっしゃいますけど、そうパンがねなかなかやめられないっていう人も結構多いですね。でこれがまあ常識の壁ですね。深く考える前に、いやそれはないわみたいな、常識的に考えてそれはないわっていうのは思っちゃうわけですね。で僕も最初そう思いました。でこの壁を乗り越えるためにはどうしたらいいかって言ったらですね、なぜ、ね、ホワイ、ね、自分にとってなぜ糖質オフをするのかっていう強い動機があるといいわけですね。はい。で、まあ、今日はどうやって糖質オフの生活をするのか、糖質制限をするのかっていうのを聞かれに来た方が多いと思いますけど、それ自体よりもなぜするのかっていうのがもっと大切ですと。で自分にとってなぜが弱いと、まあ、いや食っちゃおうかなみたいな感じになっちゃうわけですね。動機の方が大切で、強い動機があればそのこの常識の壁を打ち破ることができるというわけなんですね。で、まあ、当然人によって動機はそれぞれです。で、一人として同じ動機はないかもしれません。で、糖尿病を治したいとかですね、まあ、がんを克服したいとかですね、痩せたいとかですね。で、個人的な動機でも全然いいんですね。動機の強さが大切ですとね、みんなにチヤホヤされたいっていうのでもいいわけですね。はい。で、このような湧き上がるようなですね、動機をどうやったらゲットできるのかということなんですけど、まあ、一つはですね、自分でちょっとお試しでやってみればいいですね。まあ、どんなものかっていうのをやってみながら何か分かっちゃったりすることが結構あるということなんですね。で、中国に昔から伝わる言葉でこういうのがあるんですね。聞いたことは忘れるんですね。今日皆さん聞いてますけども、聞いたことは忘れちゃうんですね。多分家に帰ると 1,2 割ぐらいしか覚えてないと思うんですけど、聞いたことは忘れちゃうんですね。で、見たことは、ね、覚える。なんで、まあ、スライドとか使ってちょっとでも 見た目を作ってるわけですよ。見たことは覚えるんですね。で、そしてやったことは分かるんですね。人間やってみて初めて、ああこうなんだなっていう実感を持って理解が進むということなんですね。なので今日はですね、皆さんにちょっとですね、まあ、ほんのちょっと2分ぐらいですけど、自分自身で実際にやってみるってことをちょっとしてもらいます。予想以上の盛り上がり、インターバルで予想以上の盛り上がりがありましたけどですね、まあ、皆さん本当にいろいろ話して、まあ、全然関係ないこともいっぱい話したと思いますけど、で、まあ、こういうふうに人それぞれですね、いろんな理由があるわけなんですね。で、まあ、強いこういう理由、動機づけがあるとですね、常識の壁も打ち破れるということですね。それで、まあ、なぜがすごく大切ですということ。なので今日一番強調したいことは、どうやってよりもなぜ、自分にとってのなぜを見つけてくださいっていうのが本当は一番言いたいですね。はい。で、まあ、第三の壁は何かっていうと、この不安の壁ですね。まあ、いろいろあるわけですね。このね、いいことばっかりじゃないっていうこともいろいろ耳にしちゃうわけですね。テレビとかでも言ってますし、ね、教授とか大学の教授とか専門医の先生とかも、ね、糖質オフ良くないよみたいなことを言うわけなんですね。でこれに対する対策はどうかっていうと、十分に知ればいいですね。で大丈夫だよって分かれば何も怖くなくなりますということなんですね。で、これが引き続いて第2部ということですね。まあ、糖質オフは大丈夫なのということに入りますけど、まあ、心配する要素っていうのは大体3つに大まかに分けられます。3つに分けられます。で1つ目がですね、まあ、学会ですね。日本糖尿病学会はこの糖質を控えるっていう食事療法を認めていないんですね、現段階では。はい。で2つ目はですね、論文ですね。先ほどちらっとだけ言いましたけども、死亡率が上がっちゃうよっていう論文があるんですね。おやおやおや、大丈夫なのみたいなことなんですね。で3つ目はですね、体験談ですね。まあ、ブログとかネットとかでも見たり聞いたりすると思いますけど、体験談、やってみたら具合が悪くなっちゃったよみたいな話をよく聞くわけなんですね。で、まあ、まず1つ目、日本糖尿病学会は認めていないということなんですけど、これについても何の心配はいりませんということですね。アメリカ、イギリス、スウェーデンで糖質を控えるという食事療法はもうすでに認められているんですね。糖尿病の治療の
食事療法の一つとして認められている。でさらにアメリカなんかはですね、進んでいるのは唯一無二の絶対的な食事療法は糖尿病においてはないというのをはっきり出しているんですね。で日本はどうかというと、炭水化物6割がまだ唯一無二の絶対の食事療法であるとして治療しているんですね。なので、まあ、日本の学会が単に遅れているだけなので問題ないですね。海外で始まって日本になかなか入ってこないということは、まあ、いろんな分野であると思うんですけど、まあ、糖尿病においてもその状態であるということで、まあ、これは時間の問題なので何ら心配がいりません。で2つ目の方ですね、論文ですね、死亡率が上がっちゃうよっていう論文があると。でしかも国内の論文ということで、日本の研究者が書いた論文なんですね。おやおや大丈夫なのっていうことなんですけど、これはですね、どういう論文かというと、メタ解析っていう論文なんですね。で、もうすでに出されている論文をいくつかピックアップして、でそれを混ぜて解析し直して結果を出すっていうやつなんですね。だから今から実験して研究して結果を出すんじゃなくて、もう出されている論文を集めて研究するっていうやつなんですね。でこれ何が問題なのかっていうとね、普通はメタ解析って言ったら、いい論文だけを集めてきて、ね、一定以上の水準のものを集めてきて、混ぜて解析して結果を出すんですね。ですけど、この死亡率が上がっちゃうよっていう論文は、どういう論文を選んできたかっていうと、良くない論文ですね。コメントが、論文を出すとコメントがついたりするんですけど、コメントが全てですね、こんな論文ないだろうっていうコメントがついたような論文を引っ張ってきて混ぜて解析してるんですね。でハンバーグ出してますけど、ハンバーグで言ったらですね、廃棄肉を混ぜちゃったようなものなんですね。今ちょうどですね、このタイムリーな話題があったんで例えがしやすいんですけど、ね、廃棄肉の、ね、混じったハンバーグ食べたいと思いますかってことなんですね。論文でも同じで、そういう、ね、レベルの論文が混ぜちゃうと結論も当然信用できなくなるわけですね。で、まあ、ただ専門家の中ではですね、このメタ解析っていうのは重み付けをしてから評価するので、信頼ができ性の低い論文が混じってても問題ないっていう先生もいるんですけど、ね、そもそも混ぜるのがおかしいぐらいのレベルの論文ですので、まあ、この結果としてこのメタ解析の論文の結論自体がまあ信用度が低いということなんですね。でこれはまあこの出した先生自体もまあそんなに信頼性はないよっていうのはおっしゃってるんですけど、ということなんですね、はい、でじゃあ信頼性の高い論文でどうなのっていうので、いろんな論文の種類があるわけですね。メタ解析とかありますけど、その中で一番ですね、信頼度の高い論文っていうのが RCT 論文っていう種類なんですね。これはまあ2つの方法を、糖質オフとか糖質オフしないっていう、例えば2つの方法を選んだとして、で、分かんないようにランダムで割り付けをして、こう自分で選ぶんじゃなくて、なんか基準でランダムに割り付けをして、でしかもこうなったら終わりですよってゴールもあらかじめ決めておくっていうですね、きっちりしたやり方でする論文、 RCT 論文っていうのがもう一番信頼性の高い論文で、この論文で言ったらどうなのって言ったらですね、8つの、ね、ポジティブな論文で糖質オフするといいよっていう論文と、1つのネガティブな論文ですね。1つあるじゃないの先生みたいなことになるんですけど、この1つはどういう論文かっていうと、英国砂糖庁って言って、砂糖砂糖のイギリスの砂糖の元締めみたいなところがスポンサーについてるんですね。でむちゃくちゃ結論が歪められちゃってるっていう論文なので、これは全然気にしなくていいで、論文ってそんなねじ曲げられちゃうことあるのっていうのを皆さんもちょっと思う方は思うんですね。で専門家がですね、一生懸命やって研究するのに結論をねじ曲げちゃうってことあるのっていうと結構あるんですね。で最近なんかもですね、血圧のお薬でディオバンっていうお薬があったんですけど、ディオバンもですね、製薬会社の人がですね、お手伝いをして結論をねじ曲げちゃったんですね。効果がないところまで効果があると言っちゃったんですね。もう大問題になりましたけど、なんで外来でもですね、先生薬変えてくださいっていう、薬の効果自体はちゃんと血圧を下げる効果自体はあるんですけど、ね、そういうで被害もあるわけですね。で国から厳重注意を受けてますけど、そういうことがすごく多いんですね。ということで、まあ、この RCT 論文でもですね、いいっていう論文ばっかりですよということなんですね。ということで論文レベルでも安心ですよと、ね、いうことですけども、先生一つすごいやつ言ってないんじゃないのみたいな、すごいやつ言ってないんじゃないの、セルっていう科学雑誌があるんですね。でこれはですね、この雑誌に論文が1個でも載ったらば超一流の研究者と言われるほどのですね、すごい、ね、科学雑誌なんですけど、でここに載っている論文でこういうのがですね、培養液の中で
培養液の中なんですけど、糖質を枯渇させちゃったら、糖質をなくしちゃったらですね、がんの悪性度が上がっちゃったよっていう論文があるんですね。おやおや先生、じゃあ糖質オフやばいんじゃないのみたいな思うんですけど、これはですね、前提条件の違いなんですね。糖質を枯渇っていう前提条件があるんですね。で、人体の中で糖質が枯渇することがあるかって言ったらないんですね。血糖値ゼロで生きてる人はいないんですね。みんな死ぬんですね。なので人体の中では糖質を枯渇するってことがないんですね。なので、まあ、どんなに糖質をオフしててもですね、血糖値50とかあるわけなんですね。それ以下になったら倒れて死んじゃいますので、この前提条件がないんですね。なんで培養液の中での話なんですね。なんで、まあ、こういう雑誌とか論文とかを読むときは前提条件は本当によく確認した方がいいということ。なんでこのセルの論文も人体には全然当てはまらないんですね。なので、まあ安心ですよということです。論文レベルでも安心で、今がんの話出ましたので、その流れで、まあ、がんに対して糖質オフどうなのっていうことなんですけど、まあ、がんのメインエネルギーっていうのは何かっていうのは、まあやっぱりここに来てる皆さんだったらもうよくよく知ってるということなんですね。知ってると思いますので、これもですね、性能の後にですねまた声を揃えて言ってみましょう。じゃあがんのメインエネルギーは、せーの、糖質。はい、ありがとうございますはいですね。で、糖質を取ると、まあ、がんは元気になっちゃうんですね。エネルギーだけじゃなくてですね、あの細胞を構成する要素にもなってて、どんどん増えていくということで、さらに糖質を取るとですね、血糖値が上がって、その後インスリンが出るんですね。そして血糖値が下がるわけですね。けども、このインスリンがくせ者、インスリンでですね、なんとですね、がんがですね、増えちゃうんですね。インスリンはですね、細胞を増やす作用というのがむちゃくちゃあるんですね。血糖値下げる以外にもいろいろやってるんですけど、がんが増えちゃうんですね。で、1日5000個ぐらいはですね、がん細胞が普通の人にもできていると言われてるんですね。その5000個がさらに増えちゃうと、免疫細胞でやっつけきれなくなっちゃって、がんに育っちゃうんですね。で、実際に高インスリン血症ですね、インスリンが体の中でいっぱいの状態でやると、この乳がん、肝臓がん、膵臓がん、大腸がん、子宮内膜がん、膀胱がんとかで関係があるという、がんになりやすいっていうのが複数の論文ではっきりしてるんですね。そのぐらいインスリンがいっぱいっていう状態も危ないということなんですね。で、逆に糖質を控えるとどうなるかっていうとですね、体はですね、油を使うようになるんですね。で、油はですね、体の中では脂肪酸という大きい分子のやつと、ケトン体というちっちゃい分子のやつ、ケトン体は3種類しかないんですけど、それに分かれるんですね。で、このケトン体のちっちゃい方の3種類しかない方がですね、なんとですね、その単独でがんの分裂を抑えるっていう効果があるんですね。ということで、まとめるとですね、糖質オフするとどうなるかというと、免疫エネルギーは減らせるし、インスリンも減らせるので増やすこともなくなりますし、ケトン体で増やすの、がんが増えるのを防ぐことができるんですね。ただし、これはですね、結局増やさないっていうだけですので、今あるがんをやっつけるっていうことではないです。なんか積極的にやっつけるっていうのとは違うんですけど、まあ、当然糖をいっぱい食いまくってどんどん増やすよりはよっぽどいいでしょうということですね。で、不安の要素の3つ目ですね、体験談、これよくあるんですよね。ブログとかもネットとかにもよく見るんですね。で、まあ、具合が悪くなったって書いてあるんですけど、これはどうして起きるかというと、今までの常識と混じってしまうことで起きるんですね。で、まあ、大体こういう人の食事内容がちらっと書いてあったりするんですけど、何を食ってるかというと、野菜と豆をいっぱい一生懸命食べたりするんですね。そうするとどうなるかというと、単純にエネルギー不足ですね。野菜はエネルギーほとんどないですね。繊維とかビタミン、ミネラルありますけども、エネルギーがないと。で、豆はどうなのかというと、豆はタンパク質なんで、まあ、筋肉になるはずなんですけど、まあ、実際はですね、食べてもなかなか筋肉になりづらいんですね。そんでだんだん痩せていったって、筋肉が痩せ細っていっちゃうんですね。で、さらによくありがちなのがですね、糖質制限と一緒にカロリー制限もやっちゃうって、これもよくあるんですね。これもエネルギー不足で倒れちゃうんですね。で、骨とか筋肉も痩せ細ってスカスカになっていっちゃうということなんですね。はい。で、第3部ですね、糖質オフの実践編ということですね。糖質オフをやったら、まあ、やるにはどうしたらいいかということなんですけれども、まあ、やり方はですね、このタンパク、脂質、食、三原色って、まあ皆さんおなじみかと思いますけど、 A4 の紙があるんですね。なんで、まあ、これを見ていただければ、まあ、やり方が大体載っていると。でですね、まあ、食べた方がいいのは今言ったようにですね、お肉がいいですね。で、お肉は何肉だったらいいですかっていうのもよく聞かれるんですけど、何肉でも大丈夫ですね。鶏でも豚でも牛でも大丈夫、内臓を持つとかでも大丈夫ですね。で、卵も大丈夫ですね、まあ、うずらの卵とかでも大丈夫ですね。で、生でも茹でても半熟でも大丈夫。
ということですね。でチーズも大丈夫ですね。ナチュラルプロセスでも白カビでも赤カビでも大丈夫です。あの黒カビとか赤カビは腐ってるだけですんでやめてくださいね、はい。でまあ、あのたまにですねいるやっぱりいらっしゃるんですけど、肉も卵もチーズも点でダメだっていうお年寄りとか結構いるんで、まあ、そういう場合はしょうがないんで魚とかですねいうことですね。で、まあ私たちはですね、全然体質が一人一人違うんですね。で結構ですね外来でも、まあ、あのこれがすっきりいく人といかない人といろいろいるんですけど、なので、まあ、今のは原則にしか過ぎないので、まあ、自分に合ったですね食事の取り方をするといいでしょうということですね。はい、なんで糖質オフ糖質制限って言いますけど、まあ、それぞれ個別にですね自分に合った方法を探すといいですねということですね。で糖質オフを開始した直後によく起こることだけちょっと言っておきますけど、何が起こるかっていうとですね、僕もそうだったんですけど、最初やり始めてですね2週間から1ヶ月腹が減ってしょうがないということなんですね。でまあしばらくして糖質祭りでわーっと食べちゃった後なんかもですね、もう一回しっかり糖質オフすると、腹が減ってしょうがないってことが起きるんですね。で、まあ、こういう時はどうしたらいいかって言ったらですね、もう食べて食べて食べまくればいいんですねただし糖質じゃなくて糖質がないものを食べればいいということで、これはお肉ですけど、ローストビーフみたいな感じで作って、このぐらいまるっとですね 500g とか食った5分後にですねもう一回腹が減るとかあるんですねなのでそういう時はもう一回食べればいいんですね。最初の間はちょっとお腹減りますん でこれもあのラムですけど結構おいしくできましたみたいな。でこれはなぜ起こるかっていうとですね、糖代謝で、ね、私たち何十年もですね糖を3食食べて糖で体をメインに動かしてたんですね。でそこからですね糖を控えると何使うんだっていう話で、さっき言ったあの油を使うんですね。脂肪酸とケトン体っていうのを使うんですけど、ただですねこの脂肪酸とケトン体のシステムがですね長年あんまり60歩使ってなかったんでサビサビなんですね。回路が錆びついてるんですね。なのでこのまともに切り替わりまでに2週間から1ヶ月かかるんですね。まあ、たまに全然腹減らないって人もいるんですけど、かかるということで、この間はもう食べればいいんですね。はい、で、まあ、糖尿病っていうのはですね食事が9割以上ですよ、ね、お薬いろいろ飲んだとしてもですね1回良くなるんですけど、糖をいっぱい食べてるとですね、まあ、すぐまた数字が上がってきちゃうんですね。で食事が非常に大切です。一番大切です。病院に通わなくても食事やってた方が良くなるとしても多いですね。食事が9割以上ですので大切で、他にもですね糖質を控えることによってメタボとか難聴とかですね関節が良くなったとか、アトピーとかウスが不眠とか、あと見た目が若返るってのもありますけど、こういうふうにいろいろ良くなることがあるんですね。なのでですね皆さんも糖質を控えてですねこれからの人生を健康で良いものにしていくといいですねということですね。でそうやってですね私たちが変えていくことでですね、自分の体も体質とかも変わっていきますし、世の中もだんだん変わっていくでしょうということで、今日の午前ラブは終わりにしたいと思います。どうも今日はありがとうございました。